やあ、刹那圭介だよ。幻想乙女のおかしな隠れが、今回から、ベルンド編をスタートしていきたいと思います。アンジェ編の、前回のパート、アンジェ編の最終回にね、ベルンド編が楽しみっていうコメントが2つも入っとった。しかも片方はさ、もう、このゲームのシリーズを最初に見たのが最終回のパートでね、これまでのベルント編までにこれまでのパートを見返してきますっていうコメントもあったけど、ちょっと嬉しかった。こんなテンションで、そういうテンションでベルント編スタートしていきたいと思います。新たな始まり、いきます。多分これで、これまでのアンジェ編の全ての真相がわかるんだろうね。永遠にずっと一人ぼっちのまま、気づけばみんな遠くへ行ってしまう。残されるのは私だけ。私だけ前に進めない。夢、なんだわ。誰が喋るよ、これ。そう、これはすべて幻想。私の中の勝手な幻想。アンジェかな、これ。私が吸血鬼になってしまっただなんて。アンジェ、ああ。おお、これあれか、シンシア幽霊でできたってことはさ、その幽霊になる前のシンシアってことで、まあ前日談みたいな感じだったんだよ。これなんじゃこれ、これは誰だっけ。シンシアだよ。そうだ、シンシアだ。私の友達、私のことを大好きだと言ってくれた大切な大切なし大切な友人が横たわっとんぞ、それ。どうして横たわっているの？さあ、どうしたっけ軽いな。なんか、お前軽いぞ。ローラ並みに軽いぞ。アハーみたいな感じになるんか。なんでかよく覚えてないや。え？ある日、誰だったか忘れたけど、この家に連れてこられて、あ、そうだ。シッシャ、怪我をしていて、腕に血を流していた。それから？それから、二人でお話ししたわ。そういえば、シンシア、いつもと様子が違ったような気がする。そして、シンシアの顔をずっと見ていたら、なんだか無性に、喉が渇いて、あの子の腕に流れた赤い血が、とっても美味しそうだったから。シンシアの血、そんなに美味しそうに見えた。俺も飲んでみたいな、シンシアの血。気がついたら、こうなってた。その気がついたらの部分が一番気になるんですけどね。気がついたらって言葉で例えていいものなのか。なんだかストロベリーパイみたいだわ。シンシアのうちストロベリーパイみたいだったんじゃ。ストロベリーパイそんなに見たことないけどな、俺。ああ、お菓子が食べたい。あの子が大好きだった甘いお菓子か。おお、なんて素敵なお家でしょう。思いっきり幻想見えてるやん。幻想図が幻覚じゃないのか。アンジェ、お前、薬やってない。危ない、ダメな方の薬やってないか。大丈夫かな。そうだわ、現実はこっちなのよ。あれは幻想、単なる幻想。私がこの子を殺してしまっただなんて、すべて嘘なのよ。何もかもがすべておかしな幻想。だから、アンジェ、泣く必要なんて、どこにもないわ。いや、アンジェ、泣いてないけんな。アンジェ、泣いとる姿、見てないからな。ねえ、アンジェ、なんでベル突然出てきたん？僕ね、ずっと前から思ってるんだけどね。ベル、なーに？いきなり出てきて。僕、強くなりたい。だから、決めたんだ。もう、泣かないよ。転んでも一人で起き上がる。何があってもアンジェに頼ったりしないから。僕もう弱虫は嫌なんだ。だから強くなりたい。アンジェ、見ててよ。僕もっと背も伸ばして力もつけて強くてかっこいい大人に、一人前の狩人になるんだ。あー、ベル、それちょっとベルのいいところを消すような感じになると思うよな、俺。ベルってちょっといじりられキャラ的なところがさ、俺の実況ではもう、いいところだと捉えとんのに、それも奪おうと、自分で手放そうとしよんか。
ベル、お前、いいんか、それで。そう。それ、アンジェラでちょっと、自分でいいところ、どっか飛ばしてしまおうと思っとんやなって思って、ちょっと心配しとんで。うん。ベルのいいところなのに、そんな決意しなくて、いいわよ。ベルは強くなんかならなくたっていいのに、ずっと私を頼っていればいいのに。だってそうでなければ私は一人残されて。アンジェの方がベルに依存しとるような感じだったんかな。案外ベルがアンジェに対してみたいな感じのところあったけど、そうじゃなかったみたいな心境だった感じかな。さてこの BGM 出た、吉本新喜劇。皆様方、さらかたぶりでございます。どんな声だったっけ、これ。お久しぶりでーす。またまたお会いできましたねー。お前、いつでのギャンブルのやつやん、お前、よう見たら。お前、あの後どうなったん。アンジェが下に置いたら、後どうなったんや、お前。え、私の正体、吸血鬼？さあ、何のことでしょう。私は人間ですよ。ほら、どう見てもそうでしょ？ねえ、サーニー。あ、けどさ、服装的に吸血鬼が来てそうなもんなんよな、お前。お前みたいな見た目のやつが大体吸血鬼のような気がするんやけど、気のせいかな、俺は。リンさんはなんか、うさんくさいんですよねー。その通りなんですよねー。おやおやって厳しいな。とは言っても不思議ですよねー。いきなりこういう、こういう劇場みたいなパートに入ることも不思議だと思うけどね、俺は。なぜだか私の訪れた土地には吸血鬼が誕生するんですよ。大抵は自我を保てなくって闇へと消えてしまうのですがね。ああ、それお前がさ、その土地にさ、ウイルスばらまいて吸血鬼作り出しちゃうとかそういう話じゃない？バイオハザード的な話じゃない？大丈夫？大丈夫かい？おやおや！おやおやじゃないな。こいつの話の内容のに、もやも、おやおやっていうレベルのもんじゃないぞ、これ。はは、もちろん単なる偶然ですよ。私は普通の人間ですから、吸血鬼の特殊能力だなんて、これっぽっちも存じ上げませんとも。存じ上げん人間がなんで吸血鬼の特殊能力って言葉を発するかね。ふふ、そうですね、知りませんとも。うさんくさい。さて、余談話はこのぐらいにいたしましょう。また劇のお時間でございます。長旅でお疲れになったでしょう。しばしの間手をお休みください。まだ旅はまだまだ続くんですけどね。それでは今度お聞かせいたしますのは、とある少女の物語でございます。伝説に絡め取られた哀れな少女のおかしな一週間。昔々あるところに人やっぱり飛ばしてくるんじゃ。もうちょっと眺めとくだけにしようか。ちょっとだけ突っ込んでいくぐらいの。歓迎しました。この家を気に入った少年と長女をここで過ごしてみる。あ、これあれか。これまでのパートのおさらい的なやつかな。おさらい的なやつをさ、こういう子供向けの、子供向けな感じの、演出でやりよう感じな。おっと、ダークネスに入りました。もう、これまでね10パートぐらいかけてやったことをさ、この、たかが1分に収められるっていう、すごいショックな感じがします。1分も経ってないな。とりあえずこれがまあ、前回までのあらすじみたいな感じをパッパッとやった感じなんやな。これで劇はおしまいでございます。短いね。これで入場料500円とかだったら殴るよ、お前。哀れなものでしょう。彼女は自らが変化した事実を受け入れられず。頭の中に幸せな妄想を抱いて現実逃避してしまったのです。要はそれがアンジーがこの家に来てすぐの頃に思っとったあの風景つかインテリア、あのお菓子のインテリアで、それがどんどん元に戻っていったから、幻想が消えていったから、ああいう殺風景な感じになっていたってことだろ。え、どうして吸血鬼がそんなに悲しいのかですって。それは彼らが幸せになることのできない存在だからですよ。人間と暮らすことはできません。同胞は少なすぎて、探すことすら途方に暮れる。
それでいて死ぬこともできず永遠に生きるのですから。吸血鬼は皆孤独なものなどです。それが崩れることはありえない。そう、例えば幻想とのおかしな妄想でもなければね。あああいのって下手くそかお前。ほら下手くそすぎてさ、何このへあいの手みたいな感じで一瞬間があったやん今。さて皆様、ここからは新たな物語の始まりでございます。今度の語り部はとある狩人の少年。彼は一つの思いを胸に抱えています。ようやくベルント編が始まるんじゃ。収録始めて10分経ってしまったわたったのにようやくベルが操作できる感じかな。これでもまだベル操作できんかったら俺このゲームの作者にクレームつけるぞいやさすがにせんけど、そこまでせんけどさ。アンジェ見ててよ、僕もっと背を伸ばして力もつけて強くてかっこよい大人に一人前の狩人になるんだ。そう、うん。そしてそしてね、大きくなって強くなって、そしてきっと君のことを守るんだ。お、何これ、どういうことだよ父さん。言ってる意味がわからないよ。あ、これベルトのお父さんなんじゃなんかベルトのお父さん調査兵団みたいな格好してますけど。単純な話だ、アンジュが狼だと分かった。狼は何よりも危険な村の天敵だ。だからアンジュを処刑する。え、嘘だ、そんなことがあるわけない。処刑だって、そんなの僕が許すもんか。お前が許そうが許さなかろうが関係のないことだ。アンジュの処刑はすでに決まった。お前も見習いとはいえ狩人なのだから準備を手伝いなさい。どうしてアンジュが殺さなきゃいけないんだよ。それも村人の手によって。そんなのダメだ、絶対ダメだ。明日は10時から部下たちを集めての会議がある。お前も出席するんだぞ。わ、そんなすごい会議にベルトお前出席できるんか。お前結構エロい立場だったんじゃ。ベル、ベル、話を聞けよ。僕は、僕はそんなの見習いの発言権などないじゃあなんで会議に出すんだ。何も喋れんのに会議なんか出ていいんかで意味ないやろ。そんなんだったら僕、うん、部屋でこもってゲームしたいよ。お前は黙って俺の言う通りにしていればいいんだ。さて俺はもう寝るぞ。待てよおい。ちくしょう、僕の話なんか聞く価値すらないってか。神指弾だったら今の部屋に入る前に一発殴っとるよ。ならいいさ、そっちがその気なら僕にやって考えがある。昔大人たちから逃げるときに使ってた森の奥の不思議な隠れが、アンジュはあそこにかくまって、かくまってかなこれ、父さんたちから守るんだ。たった一人でもいい、村に歯向かってやる。アンジュを処刑なんて絶対にさせない、そう決めたんだ。だってあ、これ自分で動かすの、あ、自分で動かすんかいいや、これ自動的に動いてくれるんかなって思っとったもんこれ。まだ下ファイルあるよね。これファイル何本まであるの、30まであるのこれめっちゃあるでこれ、読みなら。じゃあ18にしよう。こっちに動けばいいんかな。時の流れが動いたんかな。あ、小さい頃、ここは俺が聞きたいね。森、僕は一体何を。そうだ、アンジェ、アンジェちゃんを探さなくちゃ。アンジェちゃんと秘密基地に行く途中ではぐれちゃったんだ。森は危ないけど一人でいたらダメだって。だから探さなきゃ。わあ、アンジェちゃん、アンジェちゃん、どこにいるんだい。あー、木が倒れてきた。木が倒れてきたよ。アンジェちゃん、アンジェちゃん、僕は君のことが大好きだから。あー、どこだ、こっちじゃないな。あー、こっちも行き止まりだ。ここ抜けれたりするんかな。あ、抜けれた。抜けれたわ、ははは。どこだ、アンジェちゃん。アンジェちゃん、アンジェちゃん。お、なんかある。これは
パンクス、どうしてこんなところに。何？なんで私が。なんでシーシアできたんや。痛い。どうしてこの私があったなんかと弱虫のくせに。おお、めっちゃ蹴ってる。あ、いや、やめて、やめてよ、シーシアちゃん。でも気持ちいい。いやいや、だって私はあんたみたいなアマちゃんが大嫌いなのよ。あんたの家も嫌い、この家も大嫌い。え、痛い、痛いってば。ありがとうございます、ありがとうございます。でもあんたが一番嫌い。見てるだけでイライラするの。死んじゃえばいいのに、あんたなんか。ごめんなさい、ごめんなさい、女王様。こらー、出たアンジェ。小さい頃のアンジェです。シンシア、やめなさい、またベルをいじめて。あ、アンジェちゃん。あ、でもちょっと気持ちよかった、気持ちよかったけどね。ベルが何をしたけど、何をしたのよ。どうして仲良くできないの。何を、あなたはいつも私の邪魔をして。ベルのことは 私が守るの。弱い者いじめなんか絶対にやめて、止めてみせるんだから。弱いもの？何よ、みんなみんな、もういいわよ。あ、女王様が帰っていく。僕の女王様が。ベル、大丈夫？怪我はない？手の甲が少し痛い。あら、すりむいてるわね。ほら、見せてごらん。洗ってあげる。アンジちゃん、ありがとう。いつもごめんなさい。いいのよ。だってベルは何も悪くないんだもの。シンシアが悪いのよ。いつも一方的にいじめて。どうしてあの子はあんなにベルのことが嫌いなのかしら。ベル？いや、シンシアはさ、ベルのことをいじられキャラだと見抜いとけんさ、いじめた方がベルの良さっていうのが出てくるんかなって思っとんじゃないかな。俺はそう思うぞ。それは僕が弱虫だから。シンシアは弱虫が嫌いだから。だからいじめられるのは僕のせいなんだ。僕が弱いせい。嫌いだ。新社よりも誰よりも自分のことが。お、戻っていくパターンかな。大丈夫よベル、あなたのことは私が守ってあげるからね。ずっと守ってあげるからね。そんなこんなでアンジェがベルのことを守りながらも、実は自分がベルについていないと一人っきりになってしまうっていう、なんつうか依存症みたいな感じなんやな。ちょっと複雑な感じになってきた。ベル！あ、ベルったらもうどうしたの、ぼーっとして。あ、ううん、なんでもない。今日のアンジェのパンツが何色かなってちょっと妄想してた。それよりアンジェ、ウサギ見つけたよ。あら、本当？うふふ、それじゃあベルの腕の見せ所ね。約束だもんね、楽しみにしてるわよ。うん、任せてよ。それにしてもあのウサギの色、なんかアンジェのパンツにそっくりだな。あはは。ふふ、なんだか久しぶりよね。二人で出かけるの、どうしたの突然。大した理由じゃないんだけど、アンジに僕の腕前見せたくてさ。ここからだ。お？もうすぐ君の処刑の日だなんて言えるわけがないし、弾をわざと外してアンジを隠れ家に誘い込むんだ。あ、作戦なんじゃ。これが作戦。どうしたの突然って言うたんやけどさ、それが目的で。よし、ごめんアンジ、外しちゃったね。追いかけるから、ついてきて。もうベルってな、期待外れね。わかったわ。これも作戦通り、期待外れと思われても結構。で、ウサギを追いかけよう。左上のクッキーみたいなのがすごい気になりますけど。そんなもんはどうでもいいです。ちゃんとついてきてる？ベル？ベルじゃないわ。アンジェ、ついてきてるよね。君がついてこなかったら、この作戦は、あ、作戦のことはアンジェに言ったらダメだ。だから、言わないけど。ウサギウサギこっちかいな、ウサギウサギこっちかいな、こっちだった。
ネギ喋ってる、喋るようなことはないぜ。アンジェとりあえずついてくれればそれでいいぜって感じなんだよね。さあ、皆さん実況者として、心の喋らなくてもいいような空間を喋りたくないです。とりあえず倍速しておられると思いますが。てか、アンジェもうちょい早くできて。アンジェ、もうちょい早く。女の子から足が遅いって分かるな、なるほど。2頭を追う者は、1頭も得ず。下ネタでしょうか。てか、アンジェ、アンジェ、アンジェ、ちょっと、壁に追い込もうよ。あー、こっち開いとったよかった。あ、いけない。あ、夕暮れなんかな、びっくりした。ちょっと、ダークネスな雰囲気になったかなと思ったけん、びっくりしたけど、夕暮れよな、これ。見逃しちゃったな。それに、ちょっと森の深いとこまで来ちゃったね。大丈夫よ。そんなこともあろうかと思って、道の目印にパンクスを巻いてきたの。何そのドヤ顔。そんなこともあろうかって。僕そんなに信用されてなかったんだね。多分そうよ。現にもうこうして迷ってるじゃないの。あれ？ブブー。パンクスがない。やっぱブブーやないか。パンクスなんて巻いても鳥に食べられちゃったんじゃないか。相変わらずアンジェは変なところへ抜けているね。昔から変わってない。そうだ、変わってなんかない。しかし、アンジェは狼なのだ。吸血鬼なのだ。わあ、素敵。よし、守備は万全だ。あ、ちょっと模様替えしたの。わかった？これ、アンジェに合わせとんじゃ、ベル。そうか、アンジェフィルターかかっとんもわかったんやな、ベルは。だから、こういうことを言ったんじゃ。なるほどな。うん、とっても可愛いわ。気に入ってくれて、よかった。これでさ、アンジが見えとんかさ、実はドクロとかさ、もう老婦とかすごいまがまがしいもんが見えとんかもしれんの。それをアンジが悪趣味なんか可愛いって言うとってさ、それに合わせとったらベルどうにかしてるぜってなるが。よかった、アンジ。笑ってくれた。僕はここにいるからさ、アンジは奥でくつろいでてよ。そうね、そうしようかしら。ありがとう、ベル。そして、アンジェが、よし、アンジェは言った、作戦を実行するみたいな感じなんかな、これ。あ、そうか、多分、この後さ、ここの壁さ、木とかで打ちつけたりして、出られんようにしたりですね、そういうタクティクスが始まるんだ。そういうタクティクスが、作戦が始まるんだ。アンジェ外に出させない作戦が始まるんだ。そういうことなのかもしれんね。というわけで次のパートあたり多分家を封鎖すると思うんで。家を出れんように固めると思うんで。とりあえず、アンジェ編の、真実を見ていくっていう、そんな展開になりそうです。というわけで仕上げ。これからベルによるアンジェ防衛作戦が、指導される。大好きな女の子のためにたった一人で村に立ち向かうみたいな、そんなキャッチフレーズになるんじゃないかな。たびたびベルが発症しとった異変的なもんもちょっと気になるけん、どういうことだったんだろうかなって思いますね。